はい、はい、どうも、チョブです。てことで、イフットボール2023アプリの方やっていきたいと思うんですけれども、今日はですね、今週向上したある監督フォーメーションがかなり強いんで、ちょっと今日はね、皆さんにそのフォーメーションをご紹介していきたいと思います。そのフォーメーションが、はい、こちら、マンチェスターシティの3-2-4-1のフォーメーションですね。こちらがね、今週かなり強いということで、まあ結構ね、話題にもなっているかなっていうのもんですけれども、実際に僕もね、まあ、10試合から15試合ぐらいかな、使ってみて、かなり使用感良かったです。でこちらのフォーメーションがですね、エキストラからユーザー情報言っていただいて、ドリームチーム、ベースチームの方を押していただいて、ヨーロッパ、イングランドリーグ、そしてマンチェスター B ですね、マンチェスター B を押していただいて、はい、こちらの画面戻っていただきまして、フォーメーション変更初期設定化をしていただくとね、こんな感じでできるわけなんですけれども、まあ、先日出したね、今週のおすすめ監督みたいな感じの動画にも、一応ね、軽くご紹介したんですけれども、まあ何より攻撃がね、めちゃくちゃ楽しいですね。正直ね、守備はめちゃくちゃ難しいです。本当にね、この3枚とこのね、まあ中盤の2枚計5枚で守るみたいな、まあかなりね、ハーフとかも初期位置が高いんで、なかなか下がってくるのにね、結構時間かかるってことで、まあカウンターからと基本的にこの5枚で守る形になるんですけれども、結構守備は大変です。だけどね、攻撃がかなりやりやすいですね。このムバッペの CF に入った時のこの2列目の動き出しとかね、この2列目がボール持った時のこのハーフのね、この抜け出しとか、まあ攻撃にかなり迫力があって、まあ守備に慣れてくるとめちゃくちゃ強いフォーメーションなのかなと思いますね。まあこのフォーメーションのポイントがですね、まあ個人的にはこの中盤の2枚ですね、これペドリにしてるんですけれども、まあもうちょっと守備的な選手でもいいのかなとは思いますね。まあ例えばね、ここ CMF にしてますけども、DMF の選手使ってあげて、まあここで、ね、しっかり5枚で守ってあげるとかっていうのもね、いいんじゃないかなと思います。まあ2枚アンカーにしてしまうと、まあだいぶね、ここが間延びしてしまうんで、2枚アンカーではなくて1枚だけアンカーで、1枚は、まあ、CMF か DMF みたいな感じがいいんじゃないかなと思いますね。で、大体このね、ハーフを使ったフォーメーションを、まあこうご紹介すると、右ハーフのおすすめ誰ですかって聞かれることあるんですけど、個人的にはデパウルとかがかなりおすすめかなと思います。まあ2列目からの飛び出しですしね、かなり使用感もいいんで、ぜひねこのデパウル皆さん使ってみていただければなと思います。一応僕はね、チームスタイルショートカウンターでやっていくんですけれども、まあロングカウンターとかでもかなり強いかもしれないですね。まあなるべくね、まあ、前線からはめていくっていうか、リトリートする守備が強いのかなっていうふうに思うんで、まあロングカウンターとかでも強いのかなと思います。はい、でベンチメンバーはこんな感じになってます。まずね、パバールがセンターバックの枠と、まあ交代枠ですね、交代枠っていうか、まあ調子が悪かったらパバールを入れるみたいな感じで使っているのと、あとベリンガムとペドリ、これは調子いい方使ってます。で、ロドリとファビーニョね、今週ね、ロドリが B なんでロドリ使いたいんですけど、個人的になんかファビーニョは最近めちゃくちゃいいなと思ってるんで、まあ、先発でファビーニョ置いといて、まあ調子良かったらロドリ使うみたいな感じで一応置いてますね。で、ここはロマーリオとムバッペ調子いい方使ってます。で、ムシアラとコマンとレオン、まあこれがねスーパーサブ枠みたいな感じで使ってますね。まあデパールの回がいないんですけれども、デパールが調子悪くなったら結構コマンとかね、先発とかでもガンガン使っちゃうたりとかしてますね。はい、てことでこんな感じの人選になるんですけれども、早速ねこのフォーメーションを使って試合やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたしますということでやっていきましょう。まあ、このフォーメーションね、中盤の人数多いからかなりビルドアップもしやすいってことで、ぜひちょっと見ていただければなと思います。来た、早速来たんじゃないこれ、来た、はい、これこれ、大レファー外すの、ムバッペ。よろしくお願いいたします。ということで、やっていきましょう。まあ、このフォーメーションね、中盤の人数多いから、かなりビルドアップもしやすいってことで、ぜひちょっと見ていただければと思います。来た。あ、早速来たんじゃないこれ。来た。はい、これ、早速チャンス作りましたけど、あんな感じで、まあ、2列目からめちゃくちゃ抜け出してくれるんでね、非常に攻撃やりやすいですってことで、まあ、その分守備難しいんですけど、ちょっと集中してやっていきましょう。よーく、メッシー、バッペ、横、来た、カカ、いけるこれ。いける？いけちゃう？いけちゃう？無理か。じゃあ、ブルドアップしていこう。はい。ペドリ、横、縦、これ中盤生かしてあげて、いいよ。あ、裏ある。いける、ムアッペ。バッペゴー！バッペゴー！バッペ早すぎ。落ち着いて、こんか。オーケー。いや、ナイス先生。縦、これ中盤生かしてあげて、いいよ。あ、裏ある。いける、ムアッペ。バッペゴー！バッペゴー！バッペ早すぎ。落ち着いて、こんか。オーケー。いや、ナイス先生。いや、カウンターにはやっぱ強いよね。まあ、初期位置はかなり高いんで、中盤もね、ムアッペが持った時の、まあ、サポート、今でいうネイマールの位置とかも結構高い位置に多分いてくれるのかなと思うんで、このワントップだけど初期位置高いのかなりいいポイントですね。で、ここ当てる。いや、ちょっと、いける。いやー、ナイス。ネイマール、中、ダブった。今回いける？いや、入る、入っちゃうんですと。で、ここ当てる。いや、ちょっと、いける、いやー、ナイス。ネイマール中、ダブった。今回いける、いや、入る、入っちゃうんですと。いや、ネイマール強すぎやろ。まあ、やっぱこのオムフとかに入った時、 OMF に入った時にこのサイドハーフが浮いてくるんで、そこやっぱ使ってあげるとこがかなりポイントかな。
よくワンツー入れてインパクトクロスすると思いきやシューキャン、読まれてるわ、うまいな。ナイス、当てる、中落とす、こっち縦走ってくれ、ナイス。こっちダブタ入れて、こんか、いやー無理か、ある、いやきつい、くー守備、このカウンター怖い、このカウンター遅らせよう、ファビーニョで、いやー無理だな、頑張、中盤下げよう、なるべくセンターバック出さない、もう基本的に、基本的にセンターバック出したらもうこのゲーム終わりだからね。いける、ナイス、ゴー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 、いけんじゃないこれ、マイナス、もう一個、ファー、これ入んない、マジ、これさすがに入ったと思うけどな。まあでも攻撃の迫力はだいぶありますね、こんな感じで。ワッペナイス、来た来た、カカーダブった、はい、コンカ、マジこれは入んないの、なんかシュート入って、俺のシュート下手なんかな、これセンターバック出さない、ここも中盤下げる、中盤下げる、中盤下げる、ナイスで挟むと、いいよ、結構 AI 勝手に奪ってくれるからね。お、ネイマール、どうすかな、ちょっと立ち立っていけるか、いやーきつい、いや、しっかり守備されてる。ただ後半ね、もうちょっと点取っていきたいですね。ナイス、やべ、ミスってる。ここで下から繋ぐか、はい、出てペドリいけるかな、でワンツー入れていけそう、これ、いやーきついか、このカウンターやばいね、これ、これしっかりマッチアップ、中盤下げたい、うわーこれやばいな、これも行くしかない、ファンダイクマッチアップして、怖っ、ナイスキー、ちょっとやべえ、危な、怖いな、引くかこれ、やべえ、クロス怖い、怖すぎ、いやクロス怖、危ねえ、クロスマジ怖えな、やっぱね、この3バックサイドの対応結構難しいんで、クロスとかはマジで気をつけなきゃいけないね。まあ、コカカからネイマール、いける、ネイマール、ネイマールいけ、ネイマール早い、最高、マイナスいけるね、これ、うおーマジいけない、中盤ペドリ下げよう、中盤のペドリ下げて中切りつつマッチアップ、うわーきついか、ここもじゃあデリフトしっかり下げて頑張れ、ナイス、いいディフェンス、サイド当てて、さあミスってる、ナイス、当てる、縦当てる、でこっち使ってワンツー入れて、はいはい、でこっち使って、うわー今こっち使えれば1点だったな、マジか、ここナイス、ファービーニョ、ファービーニョ最高、あ下行ってる、きたー、こういこ、オーケーオーケーオーケー、でかすぎ、ここナイス、ファービーニョ、ファービーニョ最高、あ下行ってる、きたー、こういこ、オーケーオーケーオーケー、でかすぎ、ナイスナイス、 3-0 はだいぶでかいぞ。はい、この中で相手の方が切ったため、無事勝てましたと。はい、てことで、こちらのね、3-2-4-1の方面解説していったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあね、さっきの試合見てもらった通り、このね、中盤3枚が持った時のこのハーフの上がりが凄ましいんで、ここをね、活かしてあげて、まあなんか切り込んでシュートとか、まあこうインパクトクロスからのゴールとかっていうパターンがね、結構鉄板としてかなり多いかなと思います。逆にサイドハーフがこれの位置で持ったら、このね、まあ2列目から、ここをしっかりこう、OMA の人が抜け出してきてくれるんで、ここを使ってあげるみたいな。まあとりあえず本当に、ね、守備が難しいんですけど、攻撃がめちゃくちゃ楽しいフォーメーションなので、ぜひ皆さん一度は、ね、使ってみていただければなと思います。はい、こんな感じでね、ユートモールドを上げてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。